またゴミが捨ててあります。釣りゴミ、お前いい加減にしろ。ガムもタバコも。LINE のゴミも向こうにすごい捨ててあった。それでは撮影せんかったけど、ちょっと乱暴にもゴミが多すぎるんで、今日はゴミの拾うの撮影するのやめようかなと思っとったのに、結局撮ってます。大量に銘柄がね一緒なんや。ダメだね、情けね、マジで。自分が釣り楽しませてもらっとるところが釣りできるようになったりは考えるのかな。ちょっと取れんか、握りもまた投げて下に落としたっけ。これで取れるやろ。恥ずかしいやからが多いぜ、マジで。かまど、かまどを作る。キャンプしたかったんだろう、うん、足にラインがもつれる。やっぱ捨てるのは良くないよ。お、ビッグベイト投げるんですね。いや、それ投げた方がいいっす。いや、十分できるけど。いや、ほんまな、ここに来る釣り人のマナーの悪さが半端ねえんよ、マジで。拾っても拾ってもなんか飲み会しちゃったら釣る時間がもう減るけ困るんだって。まあ好きでやっとることやけど、ゴミ拾うのは。だけど勘弁してほしい。動画で魚が映らんじゃねえか、お前たちのせいでって。余計映らんじゃねえか、基本変な釣りバージョンのみ。あ、でもほんまヒューペン良かった。ヒューペンの動画良かった。あれは素晴らしい。うん。この音で。うん。おかっぱりシーバスのルアーじゃねえ、まったく。おかっぱりあれ使ってると思わんだろ。俺はまあそれ。うん、おらんだろ。うん。ゴミはね、ほんと、やめましょう。釣り場に来て、いろいろ、食べたり飲んだりして、捨てて帰る。もう車の中あるもの全部捨てるって感じですよね。綺麗にしても、綺麗にしても。こんな水の状況が非常に悪いですね。下水もぼちぼちしてます。まあ今ちょうど日が出てるから暖かいけど、お日様に当たってなかったらめっちゃ寒い冬。今年はね、一回気温が下がって上がることがなかったから、まあ、勘違いスポーニングバスっていうのが
全然見れなくて、その勘違いスポーニングしてるような、勘違いスポーニングっていうか60近いサイズっていうのはだいたい秋にスポーニングするのがまあ定番なんですよ。勘違いっていう勘違いでもないんだけど、まあ他に普通に40アップとかでもスポーニングする時期でもあるんで、そういうね勘違いバスに、まあ、期待はしてたんだけど、今年はまあ厳しいよねっていう状況ですね。60近いの釣りたかったんだけどな、今年も。まあ難しいでしょう。もうそこは自然が相手なんで、もうしゃあない、諦めるしかない。水が悪いから、まあ反応は薄そう。バスは見えませんね。まあ色もついてるから余計確認することができないわけですが、スイッチのチャンスタイム、こういうラインがね回収できるのも減衰時のいいところ。この時期はまあ田植えオフシーズンなんで、やっぱラインがね回収できますよね。水の中をお掃除できるっていう素晴らしい秘訣でございます。うん、にしてもちょっと多いね。今年よりケイトも釣りする時間なくなるけ、魚釣る時間がなくなって、魚を動画に出すことができなくなるんよ。損してるよね、僕。生き方が。今日はここまでって決めとっても、やってしまう。ほんま損。魚いっぱい釣って、魚いっぱい見せて、解説して、してる人の方が、ね、YouTube やってても、当然、みんなに評価されて、得ですからね。悲しいですが。まあ別に評価してもらいたくて、ゴミ拾っとるわけじゃなくて、みんなで楽しく今後も釣りさせてもらえる環境が残せたらなと思ってやってるんで、全然いいんですけどね。まあ僕と同じようにそういう活動してる人を僕は評価します。数字がね取れる人よりも僕はそういう人の方かっこいいし、尊敬に値すると思うし、自分もそうでありたいと思います。まあ短時間でパパッと、それでゴミ拾いながらもパパッと魚が釣れてしまう僕が人間ならもっとかっこよく仕上がるんですけど。
まあそんなにうまくはいかない。実は甘くないですから、まあグダグダこうやって喋りながらいつも通りの2年半3年まあ長いことやってますが、 YouTube 2年半かな。まあ正直初めのちょっとの動画、若干 GoPro でやってない時の消してるんであれですけど、3年はやってるんでね、長いですけど変わらずずっと同じスタイルで僕は撮影してますよ。ツイって自由なんで、人に何かをどうこう教えるとかじゃなくて、ただただ楽しんでいるっていうのをただの垂れ流しで雑談しながら今釣りしてるよっていうだけ、今日こんな釣りしてたよぐらいの、今こんな環境だからなかなか難しいよねとかどっちかって言ったらまあローカルテレビ的な感じでまあやってますが、僕はね、うん、それにしても浅い状況ですね。ここにギュッと固めて、そうの手も小さい池なのに、これだとここにこのちょっと深くなってるところ、まあ浅いんですけど、ここにギュッと集まってそうだけどね、弱いのなりでは反応しませんね。うん、こいつやねえな。多分。魅力のないオーバーハング。水も減ってるし、枯れてスカスカ。何の魅力もないオーバーハング。個人的にはオーバーハングよりブレイクの方が重視してるけど、そもそもね、まあこんなところのブレイクもクソもないんだけど、なかなかまあそこら辺なんですけど、まあそこら辺を使うぐらいしか僕にはこの池だと地形を生かせそうな気はしないんだけど、水深が足りないよね、おそらく僕の思い込み。秋は巻いてサーチってね、よく言いますが、僕の場合は秋は見つけてそれを釣る釣りを普段は基本的にしております。で、見つけれてないから、見つけれないから釣りが始まってないんだよね。ただ投げてるだけの人。事故を待ってますが、事故なんて基本起きない。ある程度狙ってやってるから事故は起きる、狙わずにやってるから事故は起きない。
子さえも嫌いね、当たり前なんです。まあ今ね適当に薪で使ってますけど、こんなバスを観察した上で置いておくものなんで、僕の考えとしてはピンに沈めるものなんで、基本は沈めていかんかったら置いとくものなんで、よし移動します。釣りを始めれる場所探します。言ってももう探し回って、はい、ないからもう投げてるんだけど適当な定力っしょ追求していた結果、最後は抑えるとこだけ抑えて、あと適当でいいんじゃねえかっていう結論には僕の中では至ったし、それが一番楽しい。それとも常に抑えて適当にやってる方が楽しい。移動してきました。ここもね魚が見つからなくて、ロードやめとけ。2300円、バススピニング、ダイソーかな、やめとけ。マジでダイソー商品目立つのダメよ、ダメダメ。もうあの今ロープしてあるだけで、もうあの中に入らんかったらええようにしてくれとる。根本的に近づくなかったんだけど、いやまあ微妙にはある、うん、前なんかウィードだらけだったな、うん、あの感じはどう、お、釣れた。ふん。ふん。申し訳ないです。うんうん。さっきのやつよりはマシか。うん。さっきのよりはいいサイズ。うん。うん。オッケー。それ、俺があげたブースト？もちろん。うん。よかったよかった、釣れて。さっきより全然マシ。うんうん。よし、これで。取れたか。魚。大丈夫。うん、トニーになるかな、うん、トニーになるってどういうこと、あのワーム、ああワームで、ワーム、うん、俺マグナムアルカトラズで釣りていて、こっちを特に目指してきたわけだけど、うん、まあ簡単じゃねえやな、まあ、場所が場所だけやな、そんなでかいのがだいぶ減ってるけど、うん、昔ならこれでいいんだろうけど、ビッグなもので釣れるイメージだったんだけど、うん、